今でも思い出すだけで手足の震えが止まらない。信長様の目をまともに見やることすらかなわない。なんという弱さだ。こんな私がなぜ王など目指そうと考えたのか。もし仮に化粧としての生でも受けられたなら。勝家、すぐに出陣の準備をせよ。竜王と名乗る不届きな蛇を抹殺するのだ。王だと。参ります。見事に這い上がってみせた。俺は敗れた連中全てにそんなチャンスを与えて。竜王の世は理解しただろう。気に入ったならあんたも来な。ラデシ、あなたが王であるなどと断じて認めない。上等で、その理由は。あれだけの思いをした私を差し置いて他の誰かが王になるなど受け入れられるものか。頼む、王にならないでくれ。屈した私をこれ以上惨めな男とさせないでくれ。なんだ、あんたいい魂を持ってるじゃねえか。羨んで妬んでどうしようもなく欲しがって、あんた立ち上がりたくて仕方がなかったんだな。私が未来を望んでいた。さあ進めよ。私は海王よ。強い自分になりたかった。かかってきな、もう一人の王、海王。この竜王が骨の髄まで相手してやるぜ。竜が王、王様の箱を乗り越え、遥かな先。おい、さっさと起きな。あんたの目はまだ閉じちゃいねえだろ。なぜ？あ？なぜこんな私を。なぜ？決まってる。あんたが生きてるから、それだけだ。私は長い、いない長い気も遠くなるような時を経てようやくこの時を迎えられましたねえ信長公。
行ってきな、勝家。紛れもなく制され、しかして制されざる者、貴様であったか、勝家。私は勝てたのか。信長様を超えたのか。ああ、お前の勝ちだ、勝家。お前は切り開いた。自分の力で目を見開けたんだ。私は
先を手に入れたんだな。ああ、そういうこった。Here we go! 帰るぜ、勝家。